はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こういうドミノ倒しのね、映像を作っていきたいと思います。これね、傾きだけでね、作っててね、重力計算とかね、あとはね、倒れてる時のね、角度とかね、まあ全部疑似でやっているんで、正確ではないんですけれども、まあいい動きをしていると思います。ではこのドミノ倒しを作っていきたいと思います。はい、ではやっていきます。まずはコンポジション、ニューコンポジション、メインコンポ、1920×1080×10秒。はい、ここにですね、このラウンディッドレクタングルツール、こちらダブルクリックします。サイズは横が200、縦が400。このね、一番ね下にアンカーポイントを持っていきたいので、ポジションをマイナス200とします。ラウンドネスはちょっと丸みを帯びた方が可愛いので、30。こんな感じでどうでしょう。こちらを名前をオリジナルのドミノにします。色を分かりやすいようにイエローにして 3D レイヤーにします。そしたらカメラを作ります。カメラは一番下に配置してください。そしたらこいつをね 3D にして厚みを出したいので、ここをねシネマ 4D カメラにして、カスタムビューでチェックしていきましょう。こちらにジオメトリーオプションズ、ここのエクストルージョンデプス、まあデプス深さですね、60ピクセル入れてあげます。こんな厚み出たんですけれども、ちょっと真っ白で分かりにくいので、コンテンツのレクタングルにサイドカラーを入れてあげます。カラーは薄いグレーを入れてあげましょう。そうしたらビューをですね、今度レフトビューにします。オリジナルをコマンド D で複製して、オリジナルの下に持ってきて名前をコピー、分かりやすいように色をブルーに変えましょう。ドミノなのでこいつをね、こう Z 方向並べていきたいので、それはエクスプレッションで書いていきます。でまずコピーを元の位置に戻して、ポジション右クリックでセパレートしてあげます。 Z の軸を使うので、オプションクリック、 Z ポジションにエクスプレッション書いていきます。前のレイヤーインデックスマイナス1より Z 軸にマイナス200進ませたいですと書きます。200動きました。今回はね、こいつをインデックスがね20になるまでね、増やしていきたいと思います。20個のドミノを作ろうと思います。ただね、これオリジナルをね、X 方向にこう倒しただけでも他倒れてくれないので、これもエクスプレッションで書いていきたいと思います。では、オリジナル0度に戻して、コピーも余分なものは捨てちゃって、コピー1個にします。ここでね、ちょっとね、この角度について知識が必要なんですけれども、こちらの図を見てください。オリジナルのドミノ。こいつが、ここまで倒れたら、
こうね、次のドミノ、インデックスのドミノがこう倒れてほしいんですけど、どこが分かればそういうふうにエクスプレッションで記述できるかというと、まずオリジナルとインデックス1とインデックス2の距離は200です。そこからこのドミノをね、60ピクセル厚みをつけたので、こういう三角形ができますね。これどっかで見たことあると思うんですけれども、こういう三平方の定理っていうね、中3ぐらいでやったみたいなんですけれどね、もう僕もすっかり忘れちゃってます。でも安心してください。今知りたい角度、ここの角度ですね、インデックス1がこの角度倒れた時にインデックス2が倒れ始めますってエクスプレッションに書きたいんですよ。まあアフターエフェクトでね、ここまで作っちゃったら、ここね、X が20度倒れたらくっつくみたいな、だいたいわかるんですけれども、今はね、便利な世の中になって、こういうね、こういうサイトを見つけました。これね、直角三角形ね、この長さをね、分かってる数値をね、打ち込んであげればね、他の数値もね、全部出してくれるっていうね、まあ優れもんなんですけれども、これに当てはめてみると、今底辺が140、斜辺が400、計算とこの角度、これが今 69.5 って書いてあるんですね。なのでだいたい70度ですね。するとここの角度は、まあ、20度になります。もう一つ最後のドミノですね。最後のドミノは、20個目のインデックス20のドミノはこうバタンと90度まで倒れてほしいんですけれども、それ以外のね、2から19、まあ1もそうなんですけれども、この何度まで倒れればいいのかっていうのはね、今わかんないんですよ。これもね、まあこういう三角形なんですけれども、三平方の定理、先ほどのね、便利ツールとかを使うとね、こういう数字を出してくれましたね。73度まで倒れる。これをエクスプレッションに書いてあげようと思います。はい。ではですね。まずは、オリジナル。こいつの、X ローテーション。まずは0度から。これね、ちょっと長めがいいんですけれども、5秒で先ほどの見たように73度まで倒れる。これですね。73度まで倒れる。という、ここにアニメーションを入れてください。コピーの方の X のローテーションに、このローテーションのところ R に、ローテーション R という変数に、この X ローテーションを入れてあげるんですが、ディスコンポレイヤー、ここをインデックスで表記するので、インデックスマイナス1
に変えます。で、if 文で書いていきます。最後のドミノだけこの90度にバタンって倒れてほしいので、もしインデックスが20の場合、20個ドミノを作るのでね、20の場合リニアで倒していってあげます。リニアで倒していってあげます。リニアこのインデックスマイナス1の角度に対して、まずこの20度からこの73度の範囲を入れてあげます。20度の時は次のこれ、20度の時はまだね倒れてないんでね、次のドミノの角度は0度です。この73度の時にインデックスの20番目だけはこの90度に倒れてほしいので90と入れます。その他の場合はじゃあね、リニア角度に関してこれも一緒ですね。20度の時と73度の時の間を指定してあげて、20度の時は0度ですね。まだ倒れてないので。で、0を入れてあげます。この73度の時はね、まあ疑似なんですけれどもね、このようにね、73倒れた時、インデックス20じゃなければ、みんなね、こう、同じ73度になってほしいんですよね。こういう形にね。ということで、73と書きます。エラー出てないですね。じゃあちょっとこれで、動かしてみます。お、なんかいい感じで倒れたんじゃないでしょうか。73度で止まってますね。ではこれをドミノを20個作りたいので、インデックスが20になるまで増やしてあげます。インデックスが20になるまで増やしました。ここで見てみるとね、最後だけパタッと倒れてるのがわかると思います。まあこんな感じですね。まあアニメーションはこんな感じです。では、今レフトビューなので、アクティブカメラに戻って、カメラ位置を調整します。マイナス5000?ちょっと2画面にして、カメラ調整しますね。はい、カメラを調整しました。これでアニメーション確認してみます。ドミノが倒れてきて、バタン、最後ね、なんか一気にバタンって倒れるみたいなので、ちょっと動きが不自然ですね。これは、このオリジナルのね、動きを、
イージーイーズをかけてあげて、初速度をね、速くしてあげます。すると、はい。いい動きになったんじゃないでしょうかね。あとはですね、これに、一番下に、平面。何色でもいいですけど、ちょっと濃いめのグレー、3D レイヤーにして、X90 度傾けて、スケールをね、広げてあげて、こう床を作ってあげるとね、カメラのね、動きとか、あとはね、3D で作ってるんで、ライトですね、重要なの。ポイントライト。これは2画面のトップビューでね、設置するとね、分かりやすいです。ライトをね、こう、ポイントライトをね、何個か設置してあげてね、今、シャドウも入れてね、で、最後にアンビエントライトでも入れておきましょうか。アンビエントライトを入れて、はい。カメラもね、このように、アニメーションをね、入れたりして、はい、最終的にね、こういうアニメーションになりました。まあ、疑似なんですけれどもね、いい動きしているんじゃないでしょうかね。自分でね、頭がね、思い浮かべたエクスプレッションがね、こういうふうにうまくね、決まってくれるとね、すっごい気持ちいいです。ですので、皆さんもエクスプレッションのお勉強、ぜひぜひ頑張ってみてください。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。